北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは。風邪などひいていませんか？北野しおりです。2週間のご無沙汰です。佐藤美久です。いよいよバレンタインですが、特に女性の皆さんバレンタインの準備はできていますでしょうか？ではですね、しおりちゃんは何かこう印象に残ってるバレンタインってありますか？なんか小学生の時って、女子同士で友チョコ交換するのって流行ってたじゃないですか。そうね。でみんな手作りだったんですよ、私ちょっと時間なくって手作りできなくって、1回だけ、微妙に手作りっぽく見えるお菓子を無印良品で購入して、ラッピングちょっとチャッチク包み直して手作りっぽく偽装して配ったことあって偽装はい、すごい、美味しい美味しいってみんな言って嬉しかったです自分で作ってないからね。そう、あ、よかったなみたいな、さすが外れないわみたいな。なるほどね。みっちゃんなんかありますか？私はね、高校生の時に女子校だったもんで、女子だけなんで、可愛い袋に入れたりとかしてこず、もうタッパーに入れて持ってくっていうのがもう伝統。高校生の時そうだったかも。そう、ときめきイベント何もなくもう、はい、って炊き出しみたいな感じで、お昼の時にはいみたいな感じでみんなでタッパー出し合ってね、楽しかったです懐かしい思い出ですね。はい、まあ、ということでね、皆さんですね、今年のバレンタインがどうかハッピーバレンタインになるように私たち2人でお祈りしております。もし成功したよという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこちらの番組に、ハッピーリポートお願いしておきます。さて、それでは話を戻しまして、この北野しおりのリアルドライはお隣に座っている人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと、私女優でタレントの佐藤美久の2人がコスプレという視覚に訴えていくものを、あえてラジオという、聴覚に訴えていこうと企画された番組です。それでは今回の最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。このコーナーはですね、毎月放送の翌月、今回だったら3月ですね、東京や千葉など、基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの、独断と偏見も交えてご紹介するというコーナーです。ではまずはですね、3月3日、日曜日にですね、コスコテ主催の、コスコテイングリムの館が、栃木県の下野市であります。続いてがですね、3月9日土曜日がコスタビ主催晴天宮、埼玉県坂戸市、塚越はい、であります。そしてですね、続いてが3月23日土曜日と24日日曜日がですね、一般社団法人アニメジャパン主催の、アニメジャパン2019東京ビッグサイト東展示棟1から8ホールであります。大きいイベント。はい、そうですね。で続いてがですね、3月30日土曜日から4月の7日日曜日までがですね、コスボンファンタジー主催の虎山、2000本桜の、東秩父村であります。そして、3月30日、土曜日、31日日曜日と4月7日の日曜日、コスプレ Q 主催秦野桜イベントが、神奈川県秦野市秦野文化会館であります。でこの3月3日の、コスコテイングリムの館っていうのは、ドイツの、レンガや、照明、窓枠を使った建物でのイベントです。洋館のイメージの、撮影だったり、洋風の庭園の撮影をしたい方におすすめです。3月9日にイベントが開催されている晴天宮っていうのは、晴天宮の聖は聖なる聖、聖なる聖に、天使の天に宮と書いて、晴天宮というのは、台湾から一流の宮大工を呼び寄せて建立した、道教のお宮、いわゆる日本にある台湾の神社です。こちらの場所はなんかドラマや映画、ミュージックビデオのロケ地としても多数利用されており、本格的な中国風の撮影ができるそうです。つまり、中国系の世界観や題材をモチーフにしたアニメやゲーム、キャラクターの撮影にうってつけのイベントではないでしょうか。これ知ってるかもしれない。場所知ってます。あ、本当に、なんかレイヤーさんよく写真見ますね。でも
も本当私もホームページ見てわすごいなと思った。すごいいいですよね、うんうん。で続きがですね、はい、3月23日24日に開催されるアニメジャパン2019はですね、経済産業省も講演している、日本の代表的なアニメイベントの一つです、はい、アニメのすべてがここにあるというキャッチフレーズで昔のアニメから最近のアニメ、ファミリーアニメなどに携わる企業も出展、されてあるようなので大人の方はもちろん、子どもさんも楽しめると思います。そして会場にはですねコスプレイヤーさんのためのエリアもあるのでぜひアニメのすべてを満喫し足をお運びください、6周年にあたる今回はテーマもロックとのことなのであと驚く何かがあるかもしれません。ロックな感じで、はい。また、3月末から4月初めにかけて各地で桜の撮影イベントが開催されます、はい、特に大きいものはですね東秩父の虎山2000本桜です。2キロメートル四方に、渡って2000本の桜が咲き乱れる中での撮影は、まあ、都内のイベントではなかなかできない。行きたい、はい。基本、開催期間の3月30日から4月7日ですが、はい、まあ、その前後、まあ、1週間を予定日としているため桜が早く、咲きすぎてしまったりとかね、とか、まあ、遅れてしまった場合でも対応できるような開催スケジュールになっています。まあ、土日限定でバスツアーなども、用意されているので詳しくは、はい、コスボンファンタジーさんの、はい、ホームページをご覧ください。めっちゃいいですね。予定開けて行ってみたいと思います。ぜひ、これはもうなかなかね、桜にコスプレで、いいね、ぜひぜひ行ってください。はい そして、秦野文化会館で行われる秦野桜イベントもですね、はい、桜を撮影できるコスプレイベントとして知られています、うん。こちらは開催、時間がなんと夜の8時までということなのでライトアップされた桜を背景に撮影することもできます。はいはい、まあ、その他にもね、あの大小さまざまなイベントも開催予定です、はい。皆さんどんどん積極的にまずはイベントに参加することから、コスプレの魅力に入っていかれてはいかがでしょうか。まあ、なおイベントによっては、事前申し込みが必要だったり人数の条件が設定されているため、はい、気になるイベントがありましたら詳細は必ず、ホームページなどでご確認の上ご参加ください。また問い合わせの際には会場ではなくくれぐれも各イベント主催者さんに、お問い合わせいただけますようお願いいたします。まあ、さてここまでいろいろと、来月3月から、予定されているイベントなどについてご紹介させていただきましたが、はい、まあ、あくまで、ここでは、情報の紹介で、お申し込みなどの詳細につきましては、皆さんウェブなどでご確認の上ご参加ください。はい、以上イベントオブマンスリーのコーナーでした。今月の塩ミクランキングのコーナー、イエーイ。改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて続いてのコーナーは今月の塩ミクランキングです、うん。かわいいキャラクターのねコスプレ衣装でファンを獲得しているしおりちゃんと一応誠実というキャラでいろんなお役をいただいている私佐藤美久が毎回ランキング形式で人気のスイーツとかねなどについて、ガチリアルにもしかしたらちょっとだけドライにコメントしていくコーナーです。まあ、あらかじめ申し上げておきますが結果的に私たち2人のコメントがリアルドライにもしくはしおりちゃんの塩ではなく、まあ、いわゆる塩対応、まあ、塩ソルトの方の、塩ランキングになったらすみません。すみません。はい。さて前回はマカロンについてね、あの2人の試食ランキングでしたけれども、はい、しおりちゃんね、あの残念なことに残念な結果を生み出してしまいました。一番好きな、はい、ね、マカロンね、まあ、外しちゃって、まあ、今回はねその時の気分だったんですよ。あ、なるほど今回はねまた、はい、あのしおりちゃんリクエストということで、はい、今回はあの、しおりちゃんが好きな、はい、食パンを3種類、はい、あの有名なものも含めてご用意いただきましたので、はい、食パン好きなんで嬉しいです、はい、でははい、まずは、あ、はい、じゃあ種類言った方がいいかな。3種類ありまして、はい、あの俺のベーカリーさん、一つは俺のベーカリーさんの銀座の食パン香りすごいと、2つ目がビドフランスさんの、食パン、はい、そして3つ目が、100円ローソンの、うん、山崎の湯ごね仕込みの食パンだそうです、はいはいはい、なので
では一つずつ、はい、A から A からいきたいと思います、はい、ではしおりちゃんから A からいきます。はい、いただきます。はい、いやね、あのね、うん、全体的にねあんま変わんないんだよね。あ、違いが分からん。でも A は、うん、ちょっと引きが強くてもちもちしてるかな。おー、じゃあ私も A をいただきます。うん、で私味なんか味何もつけないで食パン食べるの好きなんですけど、これはすごいほんのり甘い感じがします。うん、耳まで柔らかい。あ、柔らかい柔らかい、うん、確かに、うんうん、食べやすい。なるほど、うん、食べやすい。それ食べやすい。では次 B、 B、 B いきます。はい、いただきます。本当にね、うん、A は食べやすいな。どうですか。うーん、さっきよりは、うん、甘い感じじゃない。おイーストの匂いがすごいしね。なるほど、うん、あ、すごい発酵してますね。では私も B をね、いただきます。食べてください。はい、うん、しっかりしてるね、うん、A よりかは。そうそうそう、さっきより耳も結構しっかりしてる感じがする。引き強い、うん、引きが強い。美味しい。美味しい。それでは、あ、じゃあ次は C。 はい、じゃあお願いします。しおりちゃんからですね。はい、うん、うん、わかんない。難しい。どうですか。甘いですね、さっきよりも。あ、ほんと。はいはいはい、なんか甘い。あ、さっきよりもほんのり甘いかな。 A より B よりって感じ。うん、あ、なるほど。これ難しいかも。私 C いきます。なんか結構味わわないとわかんない。米みたいな感じ。本当にどうしよう、わからない。米みたいな感じ。いや、これ外しそう。私、さっ、C は、うん、A と B と違って、あの白い方、うん、耳以外のところは柔らかくって、うん、耳は硬い。あー、はい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 、感じかな。うん、これもう一口ずつ食べたいぐらい。いや、あの一口なので、はいはい、難しい。なんかこれは、ね、A は結構私は違うなって思ったんですけど、めちゃくちゃ難しい。BC が難しい。もうなんか、どうしよう、大丈夫かな。ゆっくり咀嚼したい。うん、そうだね。けど、それは叶わぬので。うん。ではでは。今の感想で。今ね、ABC3 種類ね、はい、食べていきましたので、はい、まあ、それでは、まあ、それぞれのランキングをですね、一、はい、品ずつ、まあ、理由もつけて、はい、まあ、せっかくなんで買ってきていただいたお店の名前もね、また合わせて、はい、発表していきたいと思います。予想ということで。はい。では、まず、第3位から。はい。で、私からですね。どうぞ。ですね、 A の食パンではないかなと、はいはい、私は A、うん、3位、そうね。第3位 A のどこだと思いますか。うん、あの全体的に、いや、柔らかい。耳も柔らかい、あの白い部分も、はい、私的には耳が硬い方が好きかな。なるほど、うん、私第3位は B かな。はい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 、B の方が、あの、味が淡白だった。おうおうおう。から、まあ、ローソンかな。おうおう。が、私は今、俺の食パンを当てに行きたいと思ってるんで、とりあえず3位は B かな。はい。じゃあ、出して、見ていこうかなと思います。はい。あ、じゃあ、まず私は3位 A をね、選びましたので、はい、私は、ほら、やばい、私第3位は A を選びまして、はい、お店がウォルノベーカリーのさんの、銀の食パン香り、はい、なんとこれ、あの1本2斤で1000円、うん、税込み、はいはい、わあ、マジか。ということで、じゃあ次しおりちゃんが、はい、C をね、選びましたね。はい、お願いします、はい、あ、ごめんなさい、 C ビドフランス。いや、でも私は A を、 A 一番好きで、ビドフランスさんの、はい、食パン、はい、230円。はい、はい、じゃあ続いて、はい、あ、2位、はい、今こ2位しおりちゃんから。はい、2位は B の食パンです。 B の食パン、ああ、はい、それはなぜ。え、なんとなくです。なんとなく A と比較して、ああ、なるほど、 A が一番美味しいなって思ったんで、ああ、はいはい、じゃあ2位 B かなみたいな。ああ、なるほど。私は B だったな。 B、 うん、が、2位、はい、ということで、はい、まあ、開いていきましょう。開いていきましょう。同じですね、 B、 同じですね、はい、はい、100円ローソンさんの、山崎湯ごね仕込みの食パン、はい、1斤108円税込みとなっております。
ということで最後第1位、第1位私は C ですね。はい、私は A の食パンが一番美味しかったです。なるほど。一番甘くてふんわりしてて耳まで柔らかかった。あ、一番食べた時に幸せって思いました。幸せ、うん、幸せって思った。なるほどね、はい、私はね、なんだろう、耳がちょっと硬くって、はい、でその白い部分が柔らかいのが私一番好きだから。あ、はい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 、うん、好みが食パン食べてる感、はい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 、ということで、はい、まあ、残りですね、はい、C が、ビドフランスさんの食パン、はい、私第1位 A は俺のベーカリー。すごいす、ね、1位第1位を当てていただきました。嬉しい食べて一番幸せだったから。まあちょっとね、サインがねビドフランスさんだったから、はい、まあ、そこはちょっとうん、まあ、人のね好みっていうのはありますけど、好みあると思う本当に、うんうんうん、しっかり食べたい人と。いやでも全然わからなかった。わからなかったなんか見た目もやっぱりあんまり差がないというか、見た目はね、食パンは食パン、うん、でも A が一番ちょっと黄色っぽくないですか。あ、私は卵の気配を感じました。すごいわ A から卵とかやっぱ食べてるだけありますね。そう、なんか贅沢、ま、そう、私なかなか生で食べることがない、はいはい、だいたい焼いちゃうな食パンは。生のままもそもそ食べるの好きなんで。あ、そうなんだ、はいなるほどね、うん、でなんかそのなんか、まあ、あの一番あのお高い、はい、俺のベーカリーさんって、はい、まあ、3種類あるらしくて、はい、この、今回あの食べさせていただいた香りっていうのは生で食べるのが一番美味しい。最高ですね。みたいですね。帰りに買って帰りたいと思いますぜひ皆さん、1本2斤で1000円、はい、ですので、ぜひぜひ皆さんもね、買っていただいて、まあ、他のビドフランスさんもね、はい、あの100円ローソンさんもぜひぜひ買っていただいて食べ比べてね、はい、他のパンもなんか全然美味しかった、うんうん、そうそうそう、なのでぜひ皆さんもお買い求めいただいて、はい、あの皆さんもこう食べ比べね、はい、していただければなと。ぜひマニアックな食べ比べします、はい、お願いします、はいはい、以上今月の塩ミクランキングのコーナーでした。今月のおまけのコーナー待ってました、はい、ありがとうございます続いてのコーナーは今月のおまけ、はい、私たちが大好きなアニメや漫画などについてくる特典というかノベルティグッズ、まあ、いわゆるおまけについて、新刊本や DVD 写真集などのおまけについて佐藤美久の、完全独断による一押しの一品を紹介していくコーナーです。今回ご紹介させていただくのはオリジナル BL ソング&ドラマ CD シリーズ、はい、君と僕と世界のほとりより、今月2月6日に発売されたフレーズ2迷い恋バレンタインです、まずこの君と僕と世界のほとりっていうのは、うん、ポニーキャニオンさんとジンジャーベリーさんが送る音楽から始まる新感覚のドラマ CD です、公式ホームページによりますと6歌詞、漢数字の6に花って書いて六花詞という、うん、同じ町へを舞台に描く親友同士の恋、偶然見つけた恋、幼馴染の恋、まっすぐ一途に恋を諦めない彼らを一緒に陰ながら応援しませんかというフレーズがあり、フレーズ1ではクリスマス、フレーズ2はバレンタイン、フレーズ3は、卒業という2人の特別なアニバーサリーをテーマにした主題歌とエンディングのデュエットラブソングと、切なく揺れ動く彼らの恋心が溢れ出す瞬間から思いが結ばれるドキドキまでをお届けしますとあります、はいはい、さて、まあ、自分の趣味し、思考でだいぶ作品そのものの、ね、ご紹介前置きの長くなってしまいましたが、はい、今回発売されたフレーズ2、迷い恋バレンタインにつきまして、通常収録内容はオーディオドラマとデュエットラブソングが2曲、それに対して、アニメ度限定特典では、通常 CD に加えアフターミニドラマプラス、フリートーク CD がついた豪華3枚組となっております、YouTube にて、WebPV や、デュエットソングの、ミュージックビデオや、視聴動画などもありますので、ぜひそちらもねチェックをお願いしておきます。はい、はい、ということで今回はね、はい、みくちゃんの BLI が溢れてましたねなんかあぜんとしちゃいました。ほーすごいのよこの CD あのなかなか、はい、あのだいたいドラマ CD っていうのは、うん、漫画があって、はい、まあドラマ CD が作られるっていうのが、まあ、普通かなっていうのがあるんだけれども、はいはい、そうで今回は全くそういうのがなくて、はい、1個のドラマみたいな感じの、あ、まあ、CD、うんうん、CD がメインというか、そう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 、なので結構こう妄想がね
働くというか。でも漫画よりも CD の方がこう想像力が高まるんですかね。あ、そうが高まる。へー。なので、まあ、そういうのね、体験したい方ぜひぜひ。ドキドキしちゃう。はい、で、まあね、あの BL 私大好きということで、はい、まあ、漫画もね、まあ、いっぱいあります。あ、はい、そうなんだ。基本的に私は漫画を買う方が好きです。あ、はいはい、まあ、自分のペースで読めるし。そう今最近はね、ネットの、はい、あれじゃない、ネットで買ってっていうのは、そうとかもあったりするけど、まあ私のじゃ はい、私のおすすめの漫画、はい、BL 漫画でよろしいですか、はい、ぜひ紹介してください師匠は、まあ、すごいメジャーなんですけど、メジャーな、うん、純情ロマンチカ、あ、まあ、ぜひ読んでほしい。私は題名だけちょっと聞いたことありますね、うん、結構有名っていうか、有名です。もう腐女子は多分一回は通るはず、登竜門、腐女子登竜門。私はそこから教えていただいた、はい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 師匠がいたんですね。そうなの、私にも師匠がいるから。なるほど、じゃあ私の師匠みくちゃんということで。あ、そうだね、ぜひシリーズものなんだけれども、はい、結構関数いっぱいあるんだけど、そんなに貸しますので。そんな長く男性2人の愛恋愛について、そうとか、まあ、純情ロマンチカっていろいろまあ、この子たちと友達、はい、この子たちっていうのがいろんなカップリングが、そうカップリングがあって複数のすごく読んでて飽きないです。あ、なるほど、確かにそれ飽きないですね。いろんなカップリング同時に終えるという美味しい感じですね。そう。おすすめのカップリングは？おすすめはね、はい、すごい王道なので、はい、王道な人間なので、はいはい、公式。そう、本当に純情ロマンチカの、はい、宇佐美明彦っていう、はい、まあ、攻め、はい、攻めと、はい、高橋美咲っていう、はい、まあ、受けの主人公たちですか。あ、そうです、ほぼほぼ主人公ですね。なるほど、そうですね、分かった、主人公に注目してる。そうなので、貸しますので。わかりました、ぜひ勉強したいと思います。BL の世界に踏み入れてみたいと思います。バラの世界バラの世界、ね、そうね、はい。ではね、すごい、もうちょっと熱くなっちゃったわ。ミクちゃんのニヤニヤが止まってない。すごい、本当に。なのでぜひね、皆さんもちょっとご興味があれば、はい、ぜひぜひ聞いていただければな。みんなこの気持ちを共有しましょう。そう、うん、あ、そうそう、もうまさに共有しましょう。そう、はい、好きな気持ちをね、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい。以上、今月のおまけのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、はい、皆様いかがだったでしょうか。これからもコスプレイヤーさんの世界をですね、はい、いろいろな観点からねご紹介していければなと思っております。しおりちゃん、今回はいかがでしたか。今回のパンの、ああ、はいはいはい、塩肉ランキング、うんうんうん、やっぱ私食パン食べ慣れてるなみたいな、すごい、なんか舌超えてるなっていう、1位をバチッて当てましたから、はい、前回の失敗をね払拭し食パン通として選ぶれるように。うん、じゃあ私全然ダメだったな。好きだから、私はしおりちゃんは当てていかなきゃいけないからね。そう、当てなきゃいけない。そう、私の、まあ、好きなものランキングでしたから。確かに前提条件としてね、はい、私は本当にプロミを出さないといけないっていう。素晴らしいです。まあ、次回もね、はい、期待しております。はい、ありがとうございます。ではですね、はい、我々2人の活動はですね、ツイッターやブログなどを検索していただければと思います。そしてこの番組をお聞きの皆様のご感想ご意見もどんどんお待ちいたしておりますので、こちらのアドレスまでメールをお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 北野しおりのリアルドライまで。それでは、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。